ヤン・ホッサールとアルネサンス期のフランドル人画家。出身地のモブージュから、ヤン・マビューズとも言われる。1503年に、アントウェルペンの芸術家ギルドセールカ組合に加入を、許された時には、自身のことをイエンニン・ファンヘネ法と呼称していた。ホッサールとの若年期の記録はほとんど伝わっておらず、マニエリス向きのフランドル生まれのドイツ人画家。 詩人カレルバン・マンデルが表した、芸術家の伝記、画家列伝にアルテシエあるいはヘネホーエンの、モブージュと呼ばれる、小さな、町出身であると書かれている程度である。ホッサールとは、製本職人の息子で、モブージュ修道院で修行を積んだとする研究者もおり、ネーデルラント美術史学会は、ドゥールステーでジョーで生まれたという証拠が見つかったと、主張している。 1503年に、ホッサールトは、アントウェルペンのセール革命合に、芸術家として登録されている。1508年か1509年には、ローマを訪れており、1509年から1517年に、かけて、ミデルブルフの芸術家ギルドに、名前が登録されている。カレルバン・マンデルの著書によれば、ホッサールトは、フランドルに、イタリア風の絵画を紹介し、 歴史的偶意に満ちた、ラフ像をフランドルへともたらした、最初期の画家の一人である。1517年から1524年には、ドゥールステーで上抱えの芸術家で、ヤンファンスコーレルを弟子としていたという記録が残っている。1524年以降はミデルブルフへと戻り、ネーデルラント帝徳、アドルフの宮廷画家となった。ホッサールとは、ルーカス・ファンレーデンと 同時代の画家で、トゥルネーエやブリュッセルで活躍した初期フランドル派の巨匠、ロヒール・ファン・デル・ウェイデンらの作品に影響を受けている。ホッサーアルトには、ファン・デル・ウェイデンの絵画のような、建造物を背景とした、構成の作品が多い。十字架効果、エルミタージュ美術館アントウェルペン滞在中に、 ホッサールトが受けた画家たちの影響を、以前ヨークシャーのカースル・ハワードに所蔵されていた大きな三連祭弾画に見ることができる。鮮やかで明確な色彩感覚は、ハンスメムリンク、深く鋭角な膝を持つ、衣服表現は、ファンデル・ウェイデン、瞬間で学者のような風貌の人物像は、クエンティン・マセースといったように、様々な画家たちの特徴が混然となった作風で描かれている。 バンマンデルの著書によると、ミデルブルフの教会の重厚な扉に十字架から降ろされるキリストを描いた絵画があり、教会が落雷で火災に遭うまでは、アルブレヒト・デューラーの作品であると信じられていた。バンマンデルはこの作品は火災で消失したと記載しているが、実際には失われてはおらず、エルミタージュ美術館が所蔵する十字架効果がこの、 作品であると現在では考えられている。三軒王の礼拝ナショナルギャラリーカースルハワードには、歴代カーライル博家が所有した、もともと修道院のために描かれた、三軒王の礼拝が受け継がれてきた。この作品には建築物を背景にして、様々な30人前後の人物が、想像力に富んだ装飾品を身につけ、重量感にあふれた表現で描かれている。 ロンドンのナショナルギャラリーが1911年に購入して現在に至っている作品で黒人が描かれた最初期の西洋絵画の一つとしても知られている。ホッサールとはきらびやかな衣装と派手な色彩構成でこの作品を見るものを楽しませている。人物像はチェス板の駒のように配置され定型的にすら見える。背景に柱越しに見える風景には ファンデル・ウェイデンの作品のような円形の小さな塔や戦闘が描かれている。ホッサールとは数年間をアントウェルペンで暮らした後にブルゴーニュ公フィリップ3世の書士で後にユトレヒト大司教となるフィリップに仕えた。当時のホッサールとはアントワープ近郊のトンゲルロー修道院所蔵が所蔵していた50人の人物像が描かれた祭壇が 十字架効果などの作品で知られていた。フィリップは、ホッサールトに、以前ミデルブルフの教会の依頼で描いた扉への、レプリカを描くように求めた。ミデルブルフの教会の扉へは、1521年に、デューラーがこの絵画を見に来たことでも知られており、有名で価値ある作品だった。1508年に、ホッサールトは、 ローマ教皇の元を訪れるフィリップに同行してイタリアへと渡った。そしてこのホッサールとのイタリア旅行がその後のネーデルラント絵画に大きな変革をもたらすことになる。イタリアでホッサールとは主にレオナルド・ダヴィンチ風絵画から感色系の色使いと洗練された表現を学んだ。ネーデルラントに 海外技法の新風を吹き込んだだけではなく、イタリアへの修行旅行の有益さも紹介することになった。後のバロック期の画家、ルーベンスやバンダイクラの時代になるまで、フランドルの画家はイタリアを訪れることが当然であると見なされるようになったのである。フランドルの画家たちは、イタリアのマニエリスム様式を自分たちの作品に、 模倣し、その結果フランドルの優れた伝統的な絵画は一世紀にわたって全く帰り見られなくなってしまった。1509年の夏にフィリップはネーデルラントへと帰還し、ゼーラントでついていた公職を辞した。居住する城の装飾計画を諦め、ホッサールトやヤコポデ・バルバリへの絵画注文も途絶えることになる。ただし、 フィリップと当時、メヘレンで執務していたネーデルラント総督、マルグリット・ドートリッシュ宮廷との交友は続いており、フィリップは雇用していた芸術家たちをマルグリットに圧戦した。バルバリは宮廷画家となったが、ホッサールトには宮廷からの重要な絵画制作以来はあまりなかった。宮廷から依頼されたホッサールトの作品としては、1516年に、 描いた神聖ローマ皇帝カール五世のためのレオノーラ・オブ・ポルトゥガルの肖像画などがある。ネプトゥヌスとアンフィトリテ絵画館1516年に描いたネプトゥヌスとアンフィトリテと1517年に描いたジャンカロンデレの肖像画と題になった聖母誌にはホッサールとの署名が残っている。ジョルジョ・バザーリが画家、彫刻家、 建築家列伝の中でホッサールとの絵画として紹介している作品である。ネプトゥヌスとアンフィトリテはギリシアローマ神話の神ネプトゥヌスと非アンフィトリテを裸体で描いた作品でよく似た構成で裸体のアダムとイブを描いた作品が現在ロイヤルコレクションが所蔵するバージョン、ベルリンの絵画館が所蔵するバージョンなど複数存在している。 これらの作品に描かれたアダムとイブは、ネプトゥヌスとアンフィトリテに描かれた神々よりも、すっぱだかに近く、写実的な表現で描かれている。聖母子を描くセールか美術史美術館、聖母子の肖像画を描くセールかもホッサールトが好んだ、モチーフで、プラハ国立美術館、美術史美術館、ベアリングコレクションなどが所蔵している。 時代を経ても発作アルトの作風は独特のもので、基本的には変化していない。描かれている人物像は、彫像のように毅然として、建築物は、足したように豊かに飾り立てられて表現され、色調も以前と変わらずはっきりとしている。しかしながら明るい単色の明暗表現は、 抑制された灰色の明暗へと変化しており、ミラノの画家たちが好んで用いたスフマートの技法が画面全体を支配している。作品点数としては多くないが、ホッサールトが豊かな色彩感覚と明確な輪郭線で鮮やかに描いた作品も現存している。ミュンヘンとウィーンの聖母、マリア、ベルリンの少女像、ロイヤルコレクションのデンマーク王子の肖像画などが、 ホッサールトの才能を示す恒例と言える。1523年初頭に、デンマーク王クリスチャン2世がネーデルランドに亡命した、時に、ホッサールトに、友の者たちの肖像画制作を依頼した。クリスチャン2世は1528年にも、1525年に、死去した王妃、イサベラの墓があったヘント近郊の修道院の、装飾を依頼している。この時に、 ホッサールトが、クリスチャン2世の子供のヨハン、ドロテア、クリスティーヌの肖像画を描いており、後にこの作品は、イングランドをヘンリー7世のコレクションに、加えられている。現在ハンプトンコート宮殿に所蔵されている3人の、幼児を描いた、肖像画がこの作品だが、長い間ヘンリー7世の子供であるアーサー、ヘンリー、マーガレットの肖像画であると考えられていた。 ハンス・ホルバインという偽署名と1495年という誤った日付が記載された、この肖像画の複製画がウィンルトンに存在する。この複製画の存在こそが、ホッサールトがヘンリー七世1世下のイングランドに来ていたことの証明であるとされることがあるが、各たる証拠に基づいた定説とはなっていない。ダナエ・アルテピナコテークこの三人の肖像画を描いた。 時期には、ホッサールトは、ミデルブルフに今日構えていたが、ミデルブルフ以外の都市にも居住することがあった。1517年に、フィリップが、ユートレヒト大司教に就任、ドゥールステーデ城に移り住んだ時にはホッサールトも同行し、この新しい居城の内装を手掛けている。1524年に、フィリップが司教するとホッサールトは、 バイクバイルールステーデの境界に設けられたフィリップの霊廟を設計建築している。その後ミデルブルフでホッサールトはフィリップの弟アドルフに雇われて晩年を送った。カレル・バン・マンデルの画家列伝にはホッサールトののーズな暮らしぶりを非難する記述があるが同時にホッサールトが身につけていた優れた技量についても記されている。 ホッサールトの豪奢な外見に関する記述もあり、1527年にルーカス・ファン・レーデンと共にヘント、メヘレン、アントウェルペンに旅行した時には、禁止銀止でおられた衣服を身につけていたことが書かれている。ホッサールトの絵画は深く考慮された、慎重に描かれたもので、現存している作品は、ホッサールトが放灯者ではなかったことを証拠を立てている。 ルーベンの画家ヘンドリークファン、デルヘイデンとホッサールトの娘との結婚も、ホッサールトが自宅を所有しており、終日酒場に入り浸っていたわけではないことを証明している。ヒエロニムスコックの肖像版画には、ホッサールトがアントウェルペンで死去したことが記録されている。ありがとうございます。